硯に向かいて物投げるな、授業中。佐藤1250円、もう授業終わりにしましょう。授業中にスパチャするなって。あと授業始まったばっかだからまだ終わんないよ。ソフトボール特有の上がってくる球だ。上の5000円、球だけじゃなくて金額も上がっちゃってるじゃん。授業終わりにしましょう、だからまだ終わらないって。コントロールは正確であれ。中12000円、授業終わりにしましょう。赤スパ来たよ。この金額じゃまだ終われないって。あ、違う違う、金額の問題じゃないよ。アスケのパス。佐藤2万円、そろそろ授業終わりですよね。先生が授業を終わらせる最低金額探ろうとするなよ。